あいつら、俺の同期は巨人に勝てますかね。はあ？壁外調査ってのはな、いかに巨人と戦わないかにかかってんだよ。しっかりしろよエレン。これから俺たちは団長考案の小距離索敵陣形を取る。分かってると思うが、前方の兵が索敵伝達を行い、陣形全体で巨人との接近を避けて進む。ただし行動が予想できない機甲種に対しては戦闘が必要だ。今は隊列を乱すなよ。長距離索敵陣形展開。じゃあなアルミ、巨人と出くわしてもちびんなよ。うん、みんなもね。陣形を保持しつつ目標地点を目指す。巨人はどこにいるかわからん。慎重に進め。新兵、しっかりついてこいよ。ビビって遅れるんじゃねえぞ。討伐しといた方が良さそうだ。新兵、やるぞ。よし、討伐完了だ。先に進むぞ。新兵、俺たちからあまり離れるな。一人で無茶はするなよ。いざ。巨人か。続けて鉢合わせるとはついてねえ。ここで殺す。まだまだ。
べしき。敵の取りこぼしか。幸い数は少ないようだな。他にも巨人が隠れてるかもしれねえ。注意しろよ。逃がさん。こんなに巨人が出るんだ。拠点はここでいいの。いざ。数も多くなってきてるぜ。ったく、索敵班は何やってんだよ。巨人に出くわすとは、何か起こっているのか。まさか、索敵が機能してねえのか。行くぞ。見ろ、縁談だ。すでに陣形が乱されているらしい。神兵、他の班に口頭伝達を頼めるか。他の班を見つけたら、そのまま合流しろ。これを持っていけ。絶対に死ぬなよ。
休む暇はない。よし、いいぞ。人が多いの。この状況、何かあったのか。次だ。助かったよ。この辺りは巨人が多い。もっと数を減らしておかないと。まずそうだ。これで断然か。私たちは後続の班と合流して移動する。君も気をつけて進め。無茶はするなよ。ここで殺す。やったか。
陣形が乱れちまってるようだな。次だ。悪いな、新兵。しかし巨人が多すぎるぜ。もっと討伐しといた方が良さそうだな。俺たちは後続の班に合流する。お前も無茶すんじゃねえぞ。この調子だ。補給完了しました。巨人が出てくるなんてな。座学で聞いてた話と違うんじゃねえか。うちは後だ。まずはここを切り抜けるぞ。お前なんでここに。マイ、手を貸してくれ。
で殺す。いや、この状況は異常だろう。もっと周囲の情報が欲しいところだが。おい、連弾が上がったぞ。あっちにはアルミンの班がいるはずだ。よし、連弾の方へ行ってみるぞ。火星が必要かもしれん。助けが必要だな。行くぞ。まだまだ。ライナー任せました。この調子だな。すまん、こっちを手伝ってくれるか。ライダー頼みます。あ、任せた。また巨人が現れたら、こいつが役に立つかもしれんな。我々は後続の班が来たら一緒に移動する。君は先に行ってくれ。加勢してくれるか。任せました。ああ、任せた。
助かったよ。巨人が予想以上に多くてね。こいつで様子を見ておくことにするよ。私たちのことは心配無用だ。後続の班が来たら合流するからさ。苦戦してんのか。まずいな。了解だ。顔を確認した。アルミ、
おい、立てるか。とにかく馬に乗れ。あの縁だ。右翼側から上がったのか。あいつが来た方向からだ。まさかあいつが巨人を引き入れてきたのか。なんであんなところに巨人がいるんだよ。飛行士か。いや違うんだ。あいつは巨人の体をまとった人間、エレンと同じことができる人間だ。凍結した巨人が人間だと、どういうことだ。あいつは人を殺すために殺す。救うだけの他の巨人とは本質が違うんだ。超大型巨人や鎧の巨人が現れた時、大勢の巨人を引き連れてきたのもきっとあいつだ。あいつの目的は一貫して人類への攻撃。誰かを探してるのか。もしかしてエレン。エレンだ。だがエレンならあいつが来た右翼側にいるはずだろ。僕の企画誌には右翼前方と書かれていたけど、そんな前線に置かれるわけはない。じゃあエレンはどこにいるってんだ。この陣形の一番安全なところにいるはず。だとしたら中央の後方あたりかな。そんな複雑な話、口頭伝達じゃねえと無理だ。それより俺たちで奴を足止めした方がいい。まだまだ。ここで殺す。手間かけたな。くだえ。じゃあライダー泣き込みして陣形は崩壊して全滅だ。俺たちで奴の気を引いて時間を稼ぐしかねえ。逃がさん。よし、少しでも長く時間を稼ぐぞ。ただし無理はするなよ。あいつには本当に知性がある。みんな気をつけて。この野郎、刃をぶち込まれてえか。ここで殺す。
高精度が普通のやつの比じゃねえ。くそ、知性のある巨人への認識が甘かった。はっ、まだまだ。また巨人の群れが。やっぱりこいつが呼んだのか。見ろ、先輩方が巨人を食い止めてくれてるぞ。よし、俺たちはあの知性を持った巨人の足止めに徹するぞ。じゃあ、ライダー頼みます。了解だ。くらえ。鈍くなったぞ。次は十分だ。急いで離れるぞ。そんな、なぜ？あっちは中央後方。もしかして、エレンがいる方へ。